18銀行、株式会社18銀行、18銀行は、長崎県長崎市道座町に本店を置く、地方銀行、金融持株、会社、福岡フィナンシャルグループの完全子会社である、長崎県、新和銀行と共同、長崎市の指定金融機関、コーポレートスローガンは、大切にしたい心と心、ネット視点である、デジタル、 デジマ支店を展開するほか、入金商防サービスで使用する日振込み、専用支店は、長崎ゆかりの人物である、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの名を冠して、シーボル支店としている。現存する数字の銀行名、旧国立銀行で、唯一数字の部分の英賞が、英語読み、18ではなく18の銀行である。福岡フィナンシャルグループ入りする前は、 指名委員会等設置会社であったが、現在は、監査役会設置会社になる。かつては、北の新和、南の十八と、住み分けがはっきりしていた長崎県の金融界だが、新和銀行が、福岡フィナンシャルグループ、FFG が参加になり、競合が激化した。このため十八銀行は、システムの合理化により、店舗間の情報共有を進めたほか、 法人営業の人員を増やすなど、体制の再構築に取り組んだ。さらに2014年には、個人向けリテール融資の拡大を図るため、ローンプラザの人員を増やし、障害行為にはタブレットを携帯させた上で、融資審査を迅速化する体制を構築した。2016年、神話銀行を参加に置く会会議と、経営統合を目指して協議していくことで、基本合意。 2017年4月をめどに FFG が18銀行を株式交換方式で完全公会社貸経営統合。さらに2018年4月をめどにライバル関係にあった新和銀行との合併を計画していた。だが、厚生取引委員会による独占禁止法に関する審査が難航し、2017年1月には経営統合を 同年10月に新和銀行との合併を2018年10月に延期すると発表していた。2017年7月25日、FFG の柴戸高成社長、福岡銀行頭取18銀行の森卓二郎、頭取新和銀行の吉沢俊介頭取は、福岡市で記者会見を開き、10月に予定していた経営統合の時期を未定として、 再延期ると正式発表した。統合によって、長崎県内の貸し出しシェアが7割に達し健全な、競争環境が阻害されると見るコートリーの企業結合審査が長期化していることを受けての措置。森東鳥は、記者から、統合断念の可能性を問われ、再延期を発表し頑張ると表明した、現段階で、白紙撤回は考えていない。万策つきて、という感覚がまだない。 コートリーと議論ができるうちは、頑張っていきたい。なんとか統合を成し遂げたいとの気持ちだ。と述べている。2018年8月24日、コートリーより条件付きで、排除措置命令を行わない旨の通知があったが、これは、長崎県内産経済圏、離島以外における中小企業向け貸し出しについて、競争を実質的に制限することとな懸念に対し、フェグと18銀行が、 申し出た問題解消措置、千億円弱相当の貸出債権譲渡を講じることを前提としている。FEG は2019年4月の経営統合を発表。18銀行は2019年4月1日付で FEG の完全公会社となった。通帳、カードなどに以下のキャラクターを使用は、統合先の支店九州 ATM ネットワークによる、九州内の銀行との間で、 ATM の相互開放協定を結んでおり、これらの銀行の ATM でカードにより預金を引き出す場合、多項利用手数料は徴収されない。2000年5月24日、多様化する顧客ニーズや年々進化する IT に対して多額の投資が必要とされていた中、経営体質の強化を図るためコスト削減に注力していた18銀、佐賀銀行、 地区法銀行の産業間でシステム及び集中事務の共同化について基本合意し、同年12月1日には最終合意に達した。合意内容は、機関システム、環状系システムの共同化、集中事務の共同化、事務フローの共同化、金融サービス業務の共同化であり、これらによってシステム及び集中事務部門における大幅なコスト削減を実現し、 今後の新業務拡大に必要とされる IT 等の戦略的分野へのシステム投資を積極的に進め、営業と事務の革新を進めるとの方針を盛り込んだ。合意に基づき産業は共同機関システムの運用と開発先として富士通を選定し2004年から順次稼働させるとの計画を立てた。しかし開発の遅延によって同社から産業に対し、 稼働延期の申し入れがり、2年半程度の延期を決定した。だが2003年5月、延期によって、当時稼働していた各工システムへの追加投資が発生し、共同機関システムへの移行によるコスト削減効果が減ずると判断したこと、導入予定であった富士通製システムが陳腐化する恐れを考慮し、産業は富士通との契約を解消。 新たな委託先と稼働時期の再検討に入った。2005年5月、産業は経営企画や営業部門などによる連携組織である産業業務研究会を立ち上げ、同時に機関システムの共通化では、日本ユニシス製オープン誕生系パッケージである、バンクビジアンのようを決定した。これによって2009年1月4日、18銀は先陣を切り、バンクビジアンへ移行した。 株式会社日本経済研究所による18銀行の格付けは A 安定的となっている。格付け対象は長期優先債務または長期優先債務に準ずるものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。